ジョーワド・コックは、メジャーリーグベースボールの右投げ右打ちの一一種。アメリカ合衆国のルイジアナ州、コーシャッタ出身。1947年にアマチュア選手からフリーエージェントでシンシナティレッズと契約。プロ3年目となる1950年にメジャーデビューを果たした。1年目から102試合に出場、打率293を記録した。 1953年2月16日、大型トレードで、ミルウォーキー・ブレーブスに移籍。1954年7月31日の試合では1試合、4本塁打プラス1、2塁打を記録。2002年にショーン・グリーンが19塁打で記録を更新するまで、1試合18塁打というメジャー、記録保持者だった。ブレーブスに10年間在籍し、35。 本類打以上と100打点以上をそれぞれ2度ずつ記録した。1957年6月4日のニューヨークジャイアンツ戦にて1回表にピート・バーンサイドから宇宙間に本類打を放っているが、これは歴史上1948年の当時ニグロリーグのホームステッド・グレーズに所属していたルーク・イースターに次いで2人目のそしてメジャーリーグ・ベースボールでは 史上初のポログラウンズの深いセンタースタンドに叩き込んだ本塁打である。1962年11月27日トレードでクリーブランドインディアンスに移籍。しかし1年間のプレーで思ったような成績は残せなかった。1963年12月6日トレードでロサンゼルス・エンゼルスに移籍。エンゼルス移籍後は 悪くない働きを見せていたが、1966年10月18日にエンゼルスを解雇された。それ以降は、どのチームとも契約せず、結果的に1966年10月1日の試合が自身最後の試合となった。1999年5月3日、自身の生まれ故郷である、ルイジアナ州コーシャッタで英民。ありがとうございます。